いや、ハロー。こんばんは。はい、それでは現在2月21日20時14分ですね。はい、ただいまワンルームで同居中の母はですね、大絶賛カラオケバトルを見ております。はい、そんな中ですね、コードギアス反逆のルール集21話まで見終えましたんで、はい、22話、今から風呂場に移動してきましたんで、見たいと思います。はい、自己紹介。僕の名前はマジ大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングをしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩くというね、4つのことを一気にやるというね、世界唯一の技の持ち主です。テレビには20本以上出てます。そしてこのたった一人の大道芸人と一升瓶トリプル H 回路物語というね、本の著者でもあります。現在は40歳、先月40歳になりました。はい、25歳の時にね、会社員辞めてマジシャンになりました。しかし、ひき逃げにあって死にかけて、復帰した後にジャグリングと出会い、このパフォーマー大道芸人の道に入りまして、現在14年と4ヶ月目です。はい、もちろん命かけて、人生かけてやってます。で、子供たちにね、普段は、やればできる、これを伝えたくて保育園、幼稚園、小学校などで講演しています。子供会とかですね。はい、ただ去年の2月からはもうコロナの影響で、事実上の廃業状態がね、続いておりまして、お金を使いたくないので自粛きっちりしまくってます。その間にアニメにめちゃめちゃハマって、気づけばこのような視聴配信をしているということですね。はい、まだまだね、再生回数は雑魚なんですけども、どこまで心折れずに続けていけるかという自分への挑戦、そして、継続は力なり、やっていけばいつかね、道は開けるだろうというね、前向きに捉えてアニメ見まくって、そして動画を投稿しまくってます。よかったら応援してやってください。お願いします。はい、で、僕の詳しいことは全て説明文に書いてますんで、ぜひ目を通してやってくださいませ。はい、で、なぜ風呂場で、野菜がある状況でやってるかだけ言っとくと、二十歳になってすぐにですね、うちのおかん東京に行きました。一人暮らしですね。はい、で、僕も一人暮らしになりまして、で、16年8ヶ月経った、2017年の9月ですね、ちょっとね、おかんがどうしても向こうに住めなくなってしまいまして、戻ってくる場所がなくて、ワンルームで生活してた僕の家に来たということです。はい、なので、部屋におかんがいるんで、この撮影はもう風呂じゃないとできません。今、緊急事態宣言でずっと一緒なんで、はい、ずっと一緒です。はい、ね、おかんも仕事休みになってて、さらに冷蔵庫が僕の一人用やったもんで、入りきらんのですよね。その入りきらないものを、冬の間はこの風呂場で冷やしとるということで、こういう状況になっております。ご了承ください。はい、それでは D アニメストアにて、コードギア反撃のルルーシュ、反逆のルルーシュ22話いきたいと思います。3、2、1、スタート。血染めのユフィってどういうタイトルやね、これ22話。その行政特区、日本を作ると。誰？行政特区日本はもう建設が始まってたんや。まあでも21話の文化祭おもろかったですね。一番おもろかったのはアッシュフォード家のナイトメアかなんか使ってピザをね、ピザ回しをしてる姿が滑稽すぎて、で、それ失敗して木の枝に、ね、木に引っかかった時に C2 が「ピザ」って言ったところがめっちゃおもろかったです。うん、倉庫の中のシーンはヒヤヒヤしましたね。
奥義とビレッタがあのお化け屋敷で、カレンのお化け屋敷のやつもおもろかったけど、ね、もう C2 とルリョーシュいるのがもうバレかけた、そこにシャーリー・スザクも来てみたいな、あの倉庫はハラハラしましたね。で、気になったのはあのディート・ハルトがサヨコになんか指示出してた。サヨコなんや思ってね、ナナリーの世話役じゃないんかいと、そこめっちゃ気になりましたね。あとはまあでもそうかな、20、ああとそうそう、ジェレミアがなんかあのスーパーサイヤ人、サイヤ人が回復するなんか液体の中みたいに入ってましたね。ジェレミアもまた出てくるんでしょうね、きっと。さあ、あとはシャーリーが果たしてルルーシュのことを思い出してるのかとかね、ゼロのことを。これは誰なんやろ。ビレッタもどうなったんやろ。奥義とビレッタはどうなったんやろ。危ないな、今のまま続けたらリバルが死んでよかったな。シャーリーか。
えらいこっちゃな、これ。だったよか。むっちゃ怒ってたもんな、21まで。桐原ぬらりひょんみたいな顔しとんな。データ取られてんの？お、ゼロや。見えている。
ギアス操るのかな。え？そうなの？手を結んだ。おお。言ってもだよ。なんてこった。え、めっちゃやばいじゃんこれ。血染めの衣服ってそういうこと。これめっちゃやばいぞ。おう。
うん、ダールトまで。いやーマジこれ。言うてスザクもイレブンやもんな。うわ最悪やこれ。これはもう最悪やなこれ。うわこわ最悪やこれ。これはあかんな。そうかな、ディートホルト的にはこれが OK なんやな。はあ最悪や。うわ最悪や。あ、あの黒髪の女の子出てきた。これ誰なん？スメラギなるほど、そうしたか。これはユーフェニアかわいそう。いやーマジかこれ最悪やな。いやユーフェニアかぐやかなえみかさんなんや。いやこれユフィかわいそうやって。これいやほんまこれに関してはルルーシュ何してんねん。え、あ、何ギアス暴発したってことこれ。
なんか C2 も一緒に苦しんでたけど、どういうことやこれ。いやもう一言で最悪しか言えへんのこれ。最悪よこれ。わあ。これどうなんの、ユーフィニア。え、完全にだって、その最後に、ね、ルルシュが言ったように日本人をおびき寄せて大量虐殺した悪の控除になってまうわけやんな、これ。いやいやいや、ナナリーのこと思ってたんだけのユーフィーが、なんでこんなことになったんや、これ。いや、ルルーシュバカだれ。いや、最悪やな、これ。いや、ほんま最悪だ、これは。はい、とりあえず最悪としか言えない22話でした。これは何や一体。血染めのユフィって、予想以上の血染めやったわ、これ。いやー、ちょっとあかんで、これは。いや、ちょっととにかくこれはもう23話早く見たいですね。何をしてくれてんねん。ルルーシュよー。いや、ちょっとほんまもうすいません、それしか言えない22話ですね。はい、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、ぜひともお願いいたします。それでは。